して2人が今日点取りです。じゃあ今日は2000人を超える集会になるかもしれません。皆さんありがとうございます。緊急集会で大型バスの手配もトイレの手配などもできない中でよくお集まりいただいております。巡回車を出しますので、トイレ巡回車をどんどん出しますのでお使いください。1時間だけです。2時から3時までの車の出会いに自重させなさい。ゲートを全部に塞ぎ込みます。全部に塞ぎます。県民の怒りの抗議だ。受け止めなさい。機動隊の介入は許しません。1時間の出会いでは自重させなさい。いいですね。よし、じゃあそこから後ろが見えなくなるからどっか立って座るかして、そこでもたもたしない、危ない。だから整理は立って、整理立って入れるの寝てて、はい、どうぞ、はい、はい、ちょっと息が切れてます。はい、辺野古へ行こう。皆さん歌ってもらいますね。明日があるさ、辺野古へ行こう。ちょっと来た。よろしくお願いいたします。キャンプシュワブの兵士があってはならない有識凶悪事件をまた生じさせております。許しがたいことです。米軍当局の気の緩み、県民の暮らし、県民の思いを一言にしない米軍当局のこのおぞましい姿が如実に現れているとやればなりません。今日は徹底して抗議し、糾弾をし、米軍司令官の謝罪を求めようじゃありませんか。皆さん、米軍犯罪を許さず、あらゆる犯罪を沖縄から一掃するために声を上げて抗議をしないとなりません。そして米軍の気温の緩み、好奇粛清と言いながら外出禁止も飲酒禁止もさせきれない米軍当局の責任を徹底して糾弾しようじゃありませんか。同時に新規事件説を許さない、その戦いをさらに強化していく、その日でもありたいと思います。皆さん頑張ってまいりましょう。今日一日の集会、権力機構隊の介入を許さず誠然と打ち抜く、その戦いにしようではありませんか。どうぞご賞味ください。団結です。頑張ろう。ありがとうございます。それでは米国の2時になります。早速中間に県民会議共同代表から主催者挨拶を申し上げます。ご苦労様です。怒りの緊急集会に参集された皆さん、大変ご苦労様です。皆さん、無知と宝、人権と宝、命と人権は宝であります。皆さん、この宝の尊厳を踏みつけにすることは絶対に許されません。3月13日キャンプシュワーブに所属する米軍兵士によってまたも女性の人権が踏みにじられました。絶対に許せません。16日には謝罪のために県庁を訪れたニコルソン4軍調整官は小長知事に、事件は我々にとって非常に恥である、事件に対して知事や県民の感じている怒り以上に私も怒りを感じています、このように弁明いたしました。しかしこの言葉の中には被害女性に対する謝罪の言葉は一切ありません。知事は女性の人権を蹂躙する重大な犯罪で
決して許すことはできないと厳しく抗議いたしました。防衛省関係者は最悪のタイミングだ、辺野古移設反対への反発にも飛び火しかねないと発言しています。昨年尾長知事は国連演説の中で基地問題は人権問題だと世界に訴えました。米軍関係者や日本政府はこのことを全く理解していません。この事件の重大性は県民であろうと観光客であろうと全国のわずか 0.6% に 74% もの米軍基地が集中しているこの沖縄で起きたということであります。去る戦争でおびただしい人命が失われ、戦後の沖縄には人権は存在しませんでした。米軍最優先の下で命人権が軽視され、おまけに新たな戦争への踏み台とされ、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラクへの侵略戦争などは沖縄の米軍基地なしでは遂行できなかったはずであります。もうこれ以上の基地被害者、加害者になることは断固拒否しようではありませんか。新たな基地建設などもってのほかであります。沖縄の人権にとって最大の脅威は米軍基地であり日本政府であるということを全県民、全国民、全世界に向かって大きく訴えていこうではありませんか。頑張りましょう。今日の主催団体であります基地の県内設置に反対する県民会議共同代表中村守さんです。今日は中村さんの所属すると沖縄県統一連、沖縄平和運動センター、平和市民連絡会、そして足取さんが代表しておりますヘクシャン代表、並びに各市町村島ぐるみの各ブロック代表で幹事会を設け、今日の集会の運びになったところであります。どうぞ皆さん整然と大衆行動でこの集会を打ち抜いて県民の怒りを発信をしてまいりましょう。ご協力総理から女性を代表して高畑と鈴代さん、平和市民連絡会の共同代表であり、そしてオール沖縄会議の共同代表も務めます高畑と鈴代さんから怒りの発信をお願いしたいと思います。今度の事件は知人からの通報によって警察が駆けつけ逮捕に至ったと報道されています。その知人が事実を知った後沈黙をすることもあるいはあったかもしれない。でも今回それが通報されて、私たちはそれを知ることになりました。皆さん、どれほど多くの被害者が、被害に遭った女性たちがこれまでにどれほど多くいるか、訴えようかと思っても思いとどまる、飲み込む、そしてずっとそれを抱えたまま生きる。今朝の沖縄タイムスにもそのようなお姉さんがいたことをある方が話をしています。実はこの座り込みが2014年7月に始まった直後に、今でもここに来続けている女性から、あなたに話そうと思ってたことがあると言って、中学生時代に受けたものすごい恐怖を話されました。実は今回の事件の2日後ある方から電話をもらい、1年半前に同じような事件があって、それで沈黙をしていた
という電話をもらいました。今度準強姦という文字が出て、ある方は準だから強姦じゃなかったんじゃないの、未遂だったのという人がいます。そうではないのです。準強姦という文字はその本人が全く意識もない状態でレイプがあったという、そういう法的な表現なんですね。そのようにひどいことをこのキャンプシアーブに属する兵士が5人10人と休みのたんびに那覇に出て行って、本当にこれで初めてのこととはとても思えません。本当にこれが続いていることに、私は新たな基地の建設は当然反対であると同時に、もはや米軍基地の存続を私たちはしっかりと拒否する、その声をしっかり出していこうではありませんか。思い起こしてください。この間このオレンジのラインから山城博二がちょっと出ただけで逮捕されましたね。米軍は地位協定によって保障されている行動の自由、その行動の自由によってどれほど様々な犯罪に加担しているか、皆さん2012年のテキサス州在の米軍基地からたった2日間の滞在で沖縄に来た兵士が2人で集団レイプをした事件がありました。その時米軍は基地の中に彼らを宿泊させたのではなくて、基地の外に民間のホテルに泊めていました。2008年、14歳の中学生が被害に遭った時、38歳の加害者は基地の外に住んでいるものでした。ところがその中学生の事件も本当にさまざまな憶測が飛び交って、ついてった中学生が悪いという噂が広がって、ついにその事件は取り下げになりました。1ヶ月米軍は綱紀粛正だと称して外出を禁止しました。ところが外出を禁止されたその期間中に空軍兵士が外出をしてフィリピンの女性をレイプしています。要は今ある地位協定の見直しどころか撤廃どころか、そういうことに一切手を触れないで綱紀粛正再発防止をこの70年間繰り返し繰り返しなされる、このような日米の対応は一切この沖縄の人々女性たちが受けているこの暴力の解決には何にもなっていないのです。今や基地のゲートの中にちょっとでも入ったら犯罪でも、全く自由に出られる行動の自由を保障しているこのような基地が今もうなんて言うんでしょうね、液化現象、基地の外にずっと広がっている行動の自由によって沖縄全体が基地なのです。ラインの向こうが基地ではないのです。このようなことが繰り返されていて、そして被害者がずっと沈黙をし続けるこのような環境はもう本当にやめにしなければならないし、皆さんもし誰かの相談を受けたら泣き寝入りをするのではなくてしっかりと支えてほしいし、そして今過去にそのようなことがあったのであれば、そのことをしっかりと声に出していこうではありませんか。もうもはや一刻の猶予もないほどに、私はこのような状況をしっかりと直していく、そして被害に遭った女性のプライバシーが守られて、そして彼女の心身のケアが十分に果たされるように、沖縄県も日本政府もそれにしなければならないということを強く訴えて、今回の集会を通して私たちは改めてその思いを決意しようではありませんか。キャンプシアーブ所属米兵士による女性の性暴力に対する一回を思って県内外からお集まりの皆さん、ご苦労様です。さて皆さん、私たち戦後70年この米軍基地があるがゆえに、この女性に対する差別、性差別、
レイプ事件というのは後を絶ちません。先ほど高里鈴代さんからも話がありましたけれど、事件があるたびに遺憾に思いますという言葉が返ってこないんです。遺憾という言葉は辞書で調べると最高度の謝罪の意思を表すそうです。しかし同じようなことを何回も何回も繰り返して同じような言葉を使われたら本当に最高度の謝罪になっているんでしょうか。ましてや沖縄体育とかあれは他のメンバーが知事に会いに行きましたけれど謝罪するためにね。しかし本当に政府が沖縄県に謝るんだったら安倍晋三か菅官房長官が来るべきじゃないですか。いつまでも固定先のこんな謝罪に沖縄県民は我慢をするわけにいかないんです。皆さん、米軍基地の中でも性犯罪は起きています。このキャンプシュワブの中でも女性兵士に対するレイプ事件というのは過去にもたくさんありました。報道もされています。まさに性暴力の温床である基地がたとえ軍司令官が誤ったって根本的な解決にはならないんです。皆さん思い出してください。ベトナム戦争でもそういう事件が多発してました。ベトナム戦争でね、さらにアフガンでもイラク戦争においても米兵による性暴力っていうのは行われてるんですよ。私たちはそのことを考えると、私たちが政府に求めるのは私たち県民に対する謝罪ではなくて、アメリカ軍に対して、あるいはアメリカ政府に対して、この基地建設がの問題が国と県が交渉を入るのであれば、交渉が終わるまで基地のゲートは全て閉鎖させる。ね、そして米兵は外出禁止令を求める。これが国のやることじゃありませんか。それが本当に沖縄県民の心に寄り添って沖縄県民とともに基地問題を解決する、そういう姿勢になれるべきなんだ。しかし安倍政権はそういうふうにはなりません。私たちは私たちの手で身を守りましょう。そして私たちが身を守るということはまず米軍基地閉鎖を私たちの手で政府に求めていきましょう。競技が終わるまでゲートは閉めろと、こういう戦いを作りましょう。そうしなければまた第二第三の事件が起こります。そんなことをもう我慢できないじゃないですか。私たちはもう我慢ができない、そういう運動を皆さん一緒に作りましょう。そしてそのことが解決への第一歩だと思います。共に戦いを行きましょう。戦いはもう大きな山に立ち上がっています。アシタムさんの、あるいはヘリカル隊長、あるいは名護市民のさらなる力強い団結が求められることです。アシタムさん、みんなで頑張ります。よろしく、元気に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。中間報告です。先ほど先祖と申し上げた参加者20を過ぎて2000人を超えたそうです。皆さん、先週末にわかの決定、そして呼びかけにもかかわらず2000人を超える参加者をいただいているそうです。どうぞ皆さん、最終的な2500を超えるかもしれません。頑張ってまいりましょう。それでは激励挨拶をいただきたいと思います。電子が数多くなりましたので、できるだけ5分程度にまとめていただければありがたいと思います。政党のご挨拶いただきます。それに第1番に稲嶺市長、名護市長をお越しどうぞ皆さんお願いします。ご挨拶いただきます。
市長からまずご挨拶を終えましょう。愛社員娘よ父親のみよこんなに暑い暑いにもかかわらずたくさんの皆さんが百姓所属の兵隊による不時暴行事件糾弾するために集まっていただきました。我々は断るたびにこのように抗議の集会をやるんですけれども、いつまでこんなことを続けていけばいいんですか。このキャンプショーブ隣の辺野古の区民の皆さん方から言いますと、ここは辺野古11番というんだそうです。これはいわゆるいいお付き合いをしている良き隣人という意味でのことだそうですけれども、しかし今回に限らずこれまで諸国所属の兵隊が引き起こした事件事故というのは数限りなくこれまでも起こってきたんです。いつも被害に遭うのは女性子供たち弱い人たちが常にこれまでにも標的にされてきました。補助暴行事件、殺人事件、住居侵入、自動車事故などなど本当に数えればきりがないほど起こっております。良き隣人であるならばこんなことが起こるはずはないのではないですか。皆さん、いくら良き隣人、そして何か起これば、先ほど井上さんがおっしゃったように遺憾でございます。遺憾に思うと言います。本当に遺憾というのは我々からその言葉を返したい。遺憾という言葉は絶対遺憾、もうこれ以上遺憾。私たちはこれからもこういう危機がある限り事件事故は必ず起きる。だからこそ早く基地を閉めろと、そして新しい基地は作るなと、こんなことを要求していたんでございます。若い見立った後でも皆さんここからも見えるでしょうか、まだ沖にはですねスパット大戦がまだ残っているんです。これから1年以上は中小のまま置くんでしょうか。それこそ無駄な金をですねあの風に、湯水のようにこう使っていく、こんなことをやるために私たち国民は税金を払っているのではないんですよ。わきは自身ならん、学生ならん、皆さんそれをもっともっと強く発信をして、これ以上許さないというだけの話じゃなくて、もうみんな止める、全部白紙にする、そういうところまで私たちは持っていかないといけない。今日は私は赤い T シャツを着てまいりました。わじわじをですね表現するために着てきました。で実はわじわじをですねもっと表現するために今日私名古屋から走ってきました。1時間20分かけてですねここまで走ってきました。わじわじです、すごい、チャンナロン
りました。皆さん、これからも全てをなくすために、なくすまで、また新しい基地は絶対に作れさない。これ以上沖縄の地の人権を踏みにじるようなことをさせない。女性を絶対にあのような目に遭わせてはいけない。そのことを今一度みんなで確認をして、今日ここで共に頑張ろうという確認をして、みんなでこれからも頑張っていきましょう。皆さん大変ご苦労様です。元気いっぱいの矢部市長です。あまり元気いっぱいすぎて続く皇族の発言者が少し腰がくちゃくそうになりますが、ぜひ皆さん頑張ってほしいと思います。矢部市長のイベントをお願いします。市長先頭に頑張ってやりましょう。どうもです。開催怒りを持ってお集まりの沖縄町の皆さん、中華の皆、皆さん怒っていますか？私は冒頭申し上げた、今度のキャンプシュワブ所属の米軍兵士の性犯罪、性暴力の蛮行に対して被害女性がそれを許さず泣き寝入りをしないで告訴告発をした勇気を皆さんと一緒に称えたいと思います。鈴尾さんの挨拶に終わりました。性暴力、性犯罪、これは被害女性には一点の落ち度もない。悪いのは加害米兵であります。そして私たちが忘れてはいけないのは、今回被害女性がたまたま観光客であった。観光立憲沖縄に観光客被害者、これはこんな事件の本質ではない。被害女性は観光客であろうが、沖縄の慰安婦であろうが、何にでも大切か許すわけにはいけない。あの由美子ちゃん事件を思い出してみましょう。思い出すだけで私たちの胸が張り裂ける。そしてこのような基地あるがゆえの軍隊が過密に駐留するがゆえの性暴力、性犯罪によって私たちは悔し涙を流してきた。これに対して日米両政府が再発防止、放棄粛清、もうそんな手がついた言葉は聞きたくない。私たちは軍隊米軍基地の本質を見抜いて、沖縄から全ての軍事基地を撤去させろ。そのことによって性犯罪、性暴力を根絶することができるんです。そしてこの
キャンプシダール君。辺野古オールアンの命の母なる美しい海を埋め立てて、海兵隊が戦をするためだけの新基地を作ろうとしている。私たちは裁判上の和解によって新基地建設を阻止をするのではなくて、うちらうまんちの、そしてうちらの戦いに連帯をする、全国全世界の皆さんと一緒に創造的な運動戦いをこれからも福祉に、そして非暴力抵抗闘争で必ず阻止をしていきましょう。お集まりの皆さん、私たちは今度の悲しい事件の涙を拭くことがなく、涙が乾かないうちに新たな決意を固めて、これからみんなで戦ってまいりましょう。社民党も皆さんと一緒に頑張ります。頑張りましょう。ありがとうございました。テレビ監督衆議院議員社民党代表者のご挨拶です。それでは続きまして与党さんと皆さんご苦労様です。日本共産党の衆議院議員の赤嶺政権です。あの忌まわしい事件に対して、私も心から皆さんと一緒に怒りを表明したいと思います。事件が起こった後に米軍はキャンプ銀座より南の地域、那覇市などへの夜間外出立ち入りを禁止すると発表いたしました。事件を起こした米兵はキャンプシュワブにいるのではありませんか。キャンプシュワブが存在をしている那覇市はどうなるのか。キャンプ銀座やキャンプハンセンが存在する街はどうなるのか。日本政府や米軍が責任を少しでも感じるというのであれば、事件を起こしたキャンプシュワブの基地は閉鎖をすると、こういうことが当たり前ではありませんでしょうか。閉鎖をすれば日米同盟の関係が悪化するなどと安倍首相、菅官房長官繰り返しますが、私たちの沖縄県民の、日本国民の人権は安保条約や日米同盟にとって変われるものではありません。皆さん、事件が起こるたんびに再発防止、後期粛清を言われても、私たちの心には怒りが込み上げてくるだけであります。95年の少女暴行事件の時に、私はある女性から訴えられました。高校時代に被害に遭ったという女性です。自分が被害に遭った時、それを訴えきれなかったから、この少女が犠牲になった、悪いのは自分だと言って、一晩中自分を責め続
向けて泣き明かしたそうであります。この問題を私たちも国会で取り上げました。軍隊と性暴力は切り離すことができない。軍隊をなくしない限り、基地を撤去しない限り、沖縄での人権住民の不幸な事件は繰り返される。こういう怒りで政府を追及いたしました。米軍も日本政府も困ったことが起きたもんだとちょっと考えているかもしれませんが、私たち県民の人権と平和と米軍基地は絶対に擁立できないんだという声を上げ続けようではありませんか。県民の戦いを大きく広げて不幸な事件をなくしていく、米軍基地をなくしていく、そのために皆さんともに頑張りましょう。それはどんな声明かというと、辺野古の沖に止まっているスポット台船、フロートを止めているアンカー、そういうものを全て撤去させなさい。辺野古の新基地建設に関する陸上工事を全て止めなさい。そして機動隊の皆さんも今は工事が中断しているんです。政府と県が話し合いをしている。ですからどうぞお取引きくださいと、政府に対しても平地反対党の皆さんが当たり前のことを当たり前のように要求したんです。しかし政府はこの当たり前のことについて当たり前のように国民にしっかり発信しないんです。先日市は所属の兵士に襲われた女性は果たして本当に本人からそれを望んでいたんでしょうか。一部のネットの中ではそういう被害に遭う女性は自分がそれを求めていて結果的にそうなったという、そういう原文が流れています。嘘だ嘘だと本当の声で止めようじゃありませんか。皆さんが日当を出してきてるんですか。誰が日当を出してるんですか。もらってないものをあいつはもらってるという、そういう声はもらってないという本当の声で潰そうじゃありませんか。本当の声こそがもっと国民に広がってほしい。私たちは国会でも委員会でもこの地元の声を、皆さんの声をしっかりと委員会に所属する、おそらくは米兵の犯罪被害などであったことのないような地域から選出されている国会議員だからこそ私たちは伝えていいですか。これが日本の現状なんです。決して沖縄だけの課題ではない。日本とアメリカとの課題だからこそ私たちは日本全体でこのことについて取り組んでいかなければいけないんですということを、これほどの目に皆さんに理解を求めている、分かりますねと言ったら彼らはとしっかり受け止めた顔をする。しかし実態や事実はなかなか分からない。それを伝えるのは皆さんです。皆さんの声であり皆さんの行動です。ぜひこれ以上弱い立場の方々がどんな被害にも事件にも遭わないように、私たちがその心を持ってこの被害事件を食い止めようとはありませんが、みんなで力を合わせて本当の声で本当の正義で立ち向かっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。玉木レディさんです。政治活動等を代表してご挨拶をいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。
結集された多くの県民の皆さん、そして県外からも海外からも同じ思いを持って結集されました多くの仲間の皆様に、私は結論から申し上げたいと思います。沖縄にある全ての米軍の基地はもう撤退してほしい、そのような思いです。もちろんこの辺野古の新基地建設、和解という名のもとに止まっておりますけれども、おそらく安倍政権は世論調査を見ても分かりますように、目の前の参議院議員選挙においての国民のいわゆる民主的に沖縄と安倍内閣は話し合ってるんだよということを取る一つのポーズではないでしょうか。前回もそのような形で話が進みました。裁判の問題もさることながら、私は国会の中で質問をしながら、あの95年の少女の事件のことを思い出さずにはおりませんでした。この辺野古の新基地建設の問題の原点はと遡っていけば、あの事件が発生した時に時の大田知事が沖縄で一番危険な普天間の地の閉鎖返還を求めたことがきっかけではありませんでしたでしょうか。それから20年過ぎてもこのようにしてまだ米軍による女性に対する性暴力、それだけではありません。環境汚染の問題、学校の問題、ありとあらゆる基地被害がこのように発生していることにつきましては、もう県民の怒りというのは先ほど申し上げました、もう全ての基地を撤去しない限り、これからもこのような私たち県民に対するあらゆる形での基地被害が続くということ、今沖縄は紛争状態にあるわけではありません。本当に平時があるこの中で、軍隊の持っている、もともと持っている構造的なその暴力、それが女性や子供や弱い者に向けられていく、その結果本当に人権が蹂躙されていくという、このような結果はもうこれ以上繰り返してはいけない、そのような思いでいっぱいです。私の近くにも本当に勇気を持って性暴力に出会ったことを告発した人たちがいます。どれだけ大変な苦しみを乗り越えてこのことを表に出していたか、苦しみは計り知れないほど戦後ずっとここまで続いています。でもこの事件や事故が起こるたびに後期粛清やそして教育プログラムの徹底、そんなことでは、これ先のことでは事件や事故はなくなりません。まして良き隣人政策だって聞いて呆れてしまいます。良き隣人政策が県民の人権やそして事故を起こす、このようなことを本当に皆さんと一緒にしっかりと解決していくためには、今日ここに心あるあえて申し上げます、県民を代表する心ある衆参両議員揃っています。しかし皆さん、国会の中で私たちは残念ながら少数です。少数の声を踏みにじって独裁政治をしていこうというこの安倍政権に対して、やはり私たちは7月の参議院選挙、6月の県議選挙、県民に寄り添って県民の思いを国会や県議会でしっかり発信していく人たちを選んでいきましょう。これが本当に私たちの政治に希望が持てることです。安倍政治を許さないと同時に、私たちの大事な一票、その一票でもって県民の命と暮らしを守っていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。大きな発信がされております。沖縄から始まった流れだと理解していいと思います。であるだけに皆
さん、この選挙に負けるわけにはいかないですね。全勝にしましょう。あの島売り愛子、今度こそみんなで高くかけてやろうじゃないか。2500人が参加したようであります。木曜日から呼びかけて、にわかにわずか5日間の呼びかけでこのように集まっていただきました。県民の怒りが分かります。時間をかければもっともっと集まるでしょう。だけどこの集会、大きな成功だというふうに確認をしたいと思います。ありがとうございました。同時に主催者の意向に従い、整然と座り込み、ゲートまでを自主管理をし、機動隊の介入を許さず、自らでゲート前を制することができた沖縄の大衆運動の力を感じます。皆さんありがとう、ありがとう。ぜひ中にいる警察、機動隊、警備を覚えなさい。基地建設が強行されようならここに5000、1万と集まるでしょう。その時に本当に工事強行ができますか。こういう状況を見たら、ゲートは機動隊じゃなくて我々が管理をして、基地建設なんかさせられないでしょう。皆さん、今日の集会の成功と同時に、このように整然と引き抜き、来るであろう政府の暴挙に対しては一歩も引かない構えを見せていただいた皆さん、心から敬意を感謝申し上げます。ありがとうございました。一言だけ挨拶をさせていただきます。私は思います。きっと心いるみんなも思っているでしょう。被害に遭った彼女は何一つ悪くありません。悪いのは米兵です。そして基地を置いている日本政府です。それでは読み上げます。米航空兵による性暴力を許さない緊急抗議集会決議。3月13日、那覇市内でまたしても米兵による許し難い女性に対する性暴力事件が起きた。キャンプシュアブ所属の海軍兵が抵抗できない女性を暴行するという蛮行は言語道断だ。それでも何度も繰り返される米兵による凶悪事件に県民の怒りは頂点に達している。もはや再発防止策や綱紀粛正などの実効性のない対策ではこのような事件は防げない。全てが基地があるがゆえに起こる事件事故であり、抜本的対策は米兵の沖縄から撤退と基地の撤去以外にない。県民の人権を蹂躙し、植民地意識で沖縄に駐留する米兵は沖縄にいらない。米軍は戦争にするための軍隊だ。有事に備え日々訓練を繰り返している。今回の暴行も軍隊という構造的暴力の延長線上で発生した。決して許されるものではない。被害女性は休暇で沖縄を訪れた観光客であり、米軍基地が沖縄の発展の阻害要因ということが改めて裏付けられた。在沖米軍による女性に対する暴行事件の摘発件数は復帰後昨年末までに129件、147人と後を絶たない。事件事故の再発防止策として米軍が実施している飲酒規制、デマピン制度も形骸化し、逆にそれを逃れるために那覇市内などで宿泊する現実は看過できるものではない。また米軍は今回の事件後、キャンプ・キンザー以南において全面的に宿泊を禁止すると発表したが、事件の火消しに奔走し県民や観光客を愚弄している。
全権で禁止すべきだ。繰り返される事件事故は不平等な日米地位協定を放置している日米両政府にある。沖縄に基地を押し付け県民の民意を無視する日本政府の沖縄に対する差別そのものだ。今辺野古への新基地建設が政府によって強行され、さらに沖縄の米軍基地の機能強化が推し進められている中で、この県民の怒りをどこに向ければいいのか。私たちは今回の凶悪事件を糾弾し、二度とこのような事件が起きないよう再発防止の徹底をはじめ以下の要求を決議し強く抗議する。1. 被害女性に対する人権保護と謝罪を強く要求する。 2. 徹底した再発防止を図り、リバティ制度を強化し全県で宿泊を禁止すること。 3. 日米地位協定を直ちに改定すること。 4.すべての米軍は沖縄から撤退すること。以上決議する。2016年3月21日米海軍兵による性暴力を許さない緊急合意集会、宛先内閣総理大臣、米国大統領、防衛大臣、沖縄担当大臣、駐日米国大使、沖縄防衛局長、在沖米軍四軍調整官。じゃあ以上提案をいただきました緊急決議、どうぞ万難なくして採択をしたいと思います。ありがとうございました。予定通り1時間のプログラムで終了しております。最後に団結頑張ろうとなります。ここに座り込んでいる皆さんは立ち上がって道路に向かうそうです。その前に国会議員団ご挨拶いただきました皆さん、ちょっと中を見せてください。2000万円を結集した緊急集会の最高勝利を尽くして、新たにまた来るであろう戦いの時に備えて腹を掲げましょう。本日を掲げてまいりましょう。団結頑張ろう。沖縄平和のセンター副長、県会議員の中村美穂さんにお願いいたします。よく頑張ろう。絶対安倍政権は強行してこれないから、はい、だから参議院選挙で必ずその、一人区を含めて、はい、過半数を取る勢いで頑張ろうということで取り組んでいます、はい、その中にだからこの辺野古の裁判の件もあって、安倍政権は選挙のためにこの辺野古の反対運動を表に出したくないんです、はい、それで1年ぐらいは先送りしても構わないと、その間に粛々と参議院選挙とか、あるいは憲法改正に向けた動きを作ろうとしているんです。だからこういう集会が行われているということを皆さんがしっかり伝えるのは非常に大きいです、はい、でもしこれ例えば自民党、公明党3分の2取られた場合は、今言われている緊急事態条項というのは通されるとしてもあるんですか。そうそう、戻りましょう、戻りましょう。緊急事態条項って、あれは元ナチスが本当に憲法を変えなくても憲法を変えたのと同じぐらい の、はい、全ての力を首相に渡してしまうという形になるわけですから、はい、総理がこれやれって言ったらもう
それを簡単にできるようになっちゃうんですよ。なるほど。だから恐ろしいことなんでね、これを絶対にさせないために国民の皆さんに頑張ってもらわないと、はい、じゃあそれっていうのは、まあ、麻生さんだか誰だか言ってたようなあのナチスの手法に学んでのそのまんまの通り、そうそう、麻生さんが言った通り、まさにその通りなんです、はい、だからそれ絶対させないと、はい、ということですね、はい、決してドイツの話ではなく今の現代の日本で進められようとしてるわけですから、はい、こんな馬鹿げたことないから、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、Please report accurately what you saw to your boss. This information goes to the Congress, it gets to the U.S. Pentagon, it gets to the Japanese government. It's very important. The information is this movement is not giving up, it's not getting weaker, it is not getting.Discouraged, it is getting stronger and stronger and stronger. And the U.S. and Japanese governments have started to lose ground. Construction has been stopped maybe for a year, and this is why what you see here.Is the reason. And if that character in a black uniform there thinks he's frightening me by taking my movie, or what you want to call it, you're very much mistaken. I'm very flattered and happy that you're taking my movie.And I hope you send it along to all the important officials so they will have a slightly better idea of what is going on down here. Thank you.弱くなってるとか、はい、がっかりしてるとか、はい、あのだんだん絶望してるっていうことでも何でもなくて、どんどん強くなってる、このアメリカ日米同盟はこの運動負け始めてる、はい、当時は止まってる、で、なんで止まってるかというと、目の前に見てこの運動は石油